さあやろうぜ。はい、どうも僕です。ということでね、今回もビアンカフローラ杯やっていきましょう。ということで今回はテリーを使っていきましょう。さあ、そして先行、そしてカードはランタンコソート魔界ファイター、これ魔界ファイターだけ交換かな。さあ、そしてファイアボール、まあまあまあ悪くはないんだけど、まあコスト的にはちょうどいいかな。さあ、山賊サーベル、これはナイス。これは山賊サーベル装備、いやランタンコソートかな。でターン終了で、まあ次のターン山賊サーベルを、装備して、でランタンコソートの効果を発動させていくってことで、これ結構いいんじゃない。武器をしっかりと、おいいっすね、ランタンコゾー。お相手がランタンコゾーを出してくるのは山賊サーベルで1ダメで倒せるんで OK。 さあ、そして第4位か。とりあえずここ山賊サーベルを使って1ダメで攻撃して倒していく。はいはいはい。でさらにカード1枚ドロー、剣を求めて、これは剣を求めていらないかな。うん、1枚今装備してるんでこれは捨てちゃっていいかな。 OK。 でもいらないカード捨てられたんで OK と。そして攻撃してターン終了、見せてやるぜ。悪くないんじゃない。うん、しっかりといらないカードも捨てられたし、まあ、武器で相手も倒せたんで非常にいいんじゃなかろうかと。さあ、お相手トゲ坊主、トゲ坊主はああなるほど、相手テンションスキルでそこ取ってくる。まあ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 、それは別にいいかな。うん、3ダメで HP1 を取ってくるのはそんなに悪くない。しかも2ダメも与えていく。ここはビアンカで取るのが安牌かな。もしくはダイオウイカを捨てたし、さあここでタイガランス、まあここはビアンカかな。うん、ビアンカで私の得意技で取っていく。 OK。 で、まあ、攻撃はする必要ないんでターン終了と。まあ、武器は一応温存しておこう。まあね、いろいろと武器を消費したいとか武器で攻撃した時に発動する効果もあるんで、まあ、ここは温存と。さあ、お相手ダイオウイカ、ダイオウイカか、まあこれも取っちゃっていいのかな。さあ、突風の剣、まあこれ取っちゃっていいよね。取っちゃって、でタイガーランスを武器で取るか、もしくはダイオウイカを一体出すか。ダイオウイカかな、ここダイオウイカ出して、さあ相手はコインを2枚ゲット。まあとりあえずここで、ダイオウイカを出してターン終了。まあまあ悪くないんじゃない。コインもしっかりと取ることができるし、まあダイオウイカもいるんで、まあ相手が取ってこなかったら全然いいと。さあ、ジラフマスター、まあでもジラフマスターこのターンは何もできないんで、次のターン取れさえすれば OK なんだけど、ゲレゲレ出すか。安牌はゲレゲレなんだよな。ゲレゲレ&武器攻撃かな、ここは。うん、ゲレゲレ出して、どっちがいいかな、先行かな、あ先行じゃないわ、前列かな。でゲレゲレ出していいね。でさらに4ダメ与えて武器の攻撃で倒す。そしてダイオウイカで攻撃、いいんじゃないですか。なかなか非常に良い、盤面もいいし状況もいいし手札もいいし最高だね。さあ、そして魔界ファイターとかも結構使っていきたいけど、コインがいかんせんまだないんで、まあダイオウイカが捉えたら別にそれで取れるん、あコインゲットできるんでまあいいんだけど、他にもコイン系もう1種類くらいくれたら結構魔界ファイターで一気にって感じもいけるんだけど、さギズモ、なるほどギズモでコイン使って取る感じか。まあ、ギズモもね全然強いよね。2コストでこのスタッツは全然悪くないし、その上1ダメも与えることができるんで結構ギズモはね強いと思う。さあ、そしてお相手これ貫通できる状況だね。これ突風の剣装備しちゃっていいかな。お、対価か、これ対価使ってカード1枚ドローして突風の剣使えば、そうだね、悪くないよね。うん、もったいないこともないんで非常にいいんじゃない。そしてトップの剣を装備して貫通ダメージ、いいよいいよ。さらにダイオウイカで3ダメからのテンションアップでターン終了、いいっすね。これはめちゃくちゃ強い、動きが最高すぎる。いいねいいねいいね。しかもコインも結構ね、甲冑ありとかもいるんでコインは大量ゲットできると思う。であと今の剣の効果でコインもゲットできたんで、これは最高だと思う。さあ、お相手癒しをあなたにで回復をしていくが、相手もテリーだからな、何をしてくるかまだ分かんないな。まあただ相手ファイアボールとか使って耐久してくる可能性はあるけど、フローラってどういうデッキなんだろう。ビアンカとフローラでデッキが違うんで入ってない可能性もあるんだよね。まあでもどうしようかな。魔界ファイターを、あはやぶさの剣、なるほど、はやぶさ入ってんのか。さあ、そしてコイン2枚ゲット、これ強いぞ。これで、はいはい、ギズモか。これさ、タイガーランス、あーでも魔界ファイターでもありだな。
いや、タイガーランスで、アイラ。アイラか。あ、これアイラ出したいな。いや、でも、タイガーランスで、スライムを後列に出して、これで貫通使えば結構強いんじゃない？さあ、これで、ファイアボール使えば耐久というかダメージも軽減できるんで、これでダメージ軽減もしつつ、いいね、いいね。さあ、ここでコイン使って、そして攻撃することによってダメージを受けずに2体倒すと、タイガーランスのね、HP3 分も、この強いスタッツも無駄にはならないと。いうことで、非常に強いね。いや、貫通、こういう使い方できたか。タイガーランスちょっと舐めてたわ。床だけかと思ってたけど、貫通する場所に置いておけば、あ、ならワンチャンさ、あの、スライムベストを出すっていう、あいつもさ、このデッキだと、シールドアタック。まあ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 。まあ、ダメージ受けないで倒すのは結構強いけど、それよりカードだな。カード今引いた方が強いな。しかもテンションも上げていく。いやー、まあまあまあ、いいんだけどね。いいんだけど、ちょっと嫌だな。全処理される。まあでも、ダメージ量的には、こっちの方が勝ってるんで、まあまあ大丈夫かな。さ、ギーズも、相手のね、ダメージ受けないのが、まだ発動してんのがちょっと嫌だね。魔界ファイターでダメージ量増やすか、もしくは、貫通のあのスキル使うかだけど、アイラ出すっていうのもありなんだよな。とりあえずカゴ使って取る感じがいいかな。うん、取ってで、アイラギズモかな。アイラギズモで行こうか。アイラ出します。あ、でも神の守り手の力存分に見せてあげるわよ。かっけえ、いいっすね。で、コイン使って、武器が何かだよな。うまくいったわ。お？準備は整った。弓？ショートボウ。まあ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 、良くもなく悪くもないけど、どっちかというと悪い。うん。いやー、ショートボウか。まあ、山賊サーベイとか投げるよりかは全然マシだけど、まあ、でも相手、でそうだね、反撃受けずに倒せる部分においては強いけど、あんまだな。さあ、ウルベア魔人兵でもこう考えるとやっぱアイラ強いっていうか、なんか面白いね。うん、さあ、そこ取られるけど、まあまあまあ、ダメージ与えられたんで OK と。あれ、待って、これさ、魔界ファイターでプラス6いけるよね。召喚時もコインゲットできるからって考えると、お守りコイン、待って、コイン6枚ゲットして、プラス6で7ダメージでギズモで攻撃したら9だからいけるんじゃない？これ。うん。ワンチャンいけるよね、これ。魔界ファイター出していいよね。うん。出します。で、コインをゲットできる。で、コインを継ぐ。継ぐっていうか、使う。で、プラス1。コイン使う。プラス1。で、コイン使う。プラス1。はい。はい。あ、そうそう、魔界ファイターも出てくる。で、2ダメ与えて、ショートボウの7ダメで対戦ありがとうございました。これ完全に武器テリーとしての最強の動き。